モザンビーク解放戦線は、モザンビークの政党。結成時は、ポルトガル植民地支配に対してモザンビーク独立、戦争を戦った武装抵抗組織だった。現在は、社会主義インターナショナルに加盟している。1962年6月25日に、エドワルド・モンドラーネによって、タンザニアのシュトダル・エス・サラームにて、独立を目指す、民族民主連合。 モザンビークアフリカ民族連合、独立モザンビークアフリカ連合の3組織を統一し、結成された。1964年9月25日に、国土の北部で独立戦争を開始し、北部のマコンデ族と協調して、国土の20%を支配下に置いた。1969年2月に、モンドラーネ議長が暗殺され、副議長を務めていた、中道主義者のウリアシマン号、 追放、逮捕した後、議長にサモラ・マシェル、副議長にマルセリーノ・ドス・サントスが就任した。1970年から1971年には、建設中のカボラ・バッサダムを攻撃した。1974年4月25日に、創始国のポルトガルで、カーネーション革命が勃発した後、1974年9月に、ポルトガルの新政権とルサカ協定が結ばれ、 和平が達成された。1975年6月25日にモザンビークが独立するとフレリモは人民民主主義国家の政権党となったが独立戦争の被害と植民地時代に経済の中枢にいたポルトガル系住民の出国、洪水などによって経済は大打撃を受けた。また反共主義からローデシアの白人政権や 南アフリカ共和国のアパルトヘイト政権に支援されたモザンビーク民族抵抗運動とのモザンビーク内戦に勝利することができず国土は疲弊した。1986年に初代大統領のマシェルが死亡した後後を継いだジョアキン・アルベルト・シサノは1989年の党大会にてマルクス主義から距離を置くことを宣言し 1> 翌1 9九十年十一月の憲法改正で複数政党制を認め、国名をそれまでのモザンビーク人民共和国からモザンビーク共和国に改めた。また、1 9九十年から1九十一年にかけての大規模な干ばつによる基金の発生がフレディもレナもともに内戦の継続を困難にしたため、両者は1九十二年に包括和平協定を 締結した。内戦終結後1994年、1998年に選挙が行われたが、共に僅差で勝利した。以降も2020年現在まで一貫して、与党の地位を保っている。ありがとうございます。